兵庫県知事などの公用車が最高級車に変更されリース代が上がったことについて井戸知事は安全性や性能の面で適切と述べました。車種にふさわしい価格がついているので、その車種にふさわしい価格はきちんとお支払いするのが我々の立場じゃないでしょうか、使用する方の立場じゃないでしょうか。兵庫県知事と県議会議長の公用車は走行距離13万キロで更新するということで、去年からトヨタの最高級車センチュリーに変更されています。変更するまでの7年間はレクサスで、リース料は総額およそ2800万円。変更されたセンチュリーでは7年間で総額およそ4200万円となる見通しで、増加額は1400万円に上ります。変更したことについて県の担当者は、センチュリーが通例で2012年に更新した際にセンチュリーのハイブリッド車がなかったためレクサスに変えた、知事の立場や職責から考えると妥当な車種選択としています。これに対し今日の定例会見で井戸知事は、安全性性能の面で適切なのはセンチュリーしかないと、公用車の規定を変えるつもりはない意思を明らかにしました。性能が良くないと、特に兵庫みたいに山あり平野ありで、しかも広大な県道を抱えているところで、走っていっても熱帯たのに壊れないような車でないと困る。兵庫県は昨年度の決算見込みで実質収支の黒字幅が過去43年で最小の2500万円に減少し、今年度は一層厳しい財政状況となることが予想されています。